どうもプロボーラーの SP です。前回のねフィンガーのテープに続きまして、今日はね親指サムのテープのねお話をしたいと思います。はい、で今日使うテープは3種類。これ前回出てなかった、これね 25mm 細い方のテープです。前回も紹介したこれ 50mm、太い方のテープです。まあ大体ねこの 25mm と 50mm のテープのね2種類が主になると思います。で中途半端になりますけど、たまに 35mm とかね、1インチ2分の1の 37.5mm とかっていうのもありますけど、まあ基本的にはねこの2タイプでこと足りると思うんで、まあ、それとあとこういうねもともと切ってあるのが貼ってるカットタイプ、まあ、こういうのが便利です。で僕も昔はね、こういうねロールのタイプを使ってたんですけど、今はね今日持ってきてないですけど、前ね、おすすめの小物で紹介したテープ、ハイスコのタイミングテープっていうのを使ってます。でこれはね、それに比べてめっちゃ薄いです。薄いんで細かく調整したい人とか、あの重ね針の上に貼るのとかで使ってる人はおられます。ただねこの薄いやつの方がやっぱりね本当に薄いんで、擦れたりとかなんかしたり、まあ結構僕指にきつくしたりするん で、 ソリッドとかと擦れてると、長期間マラソンとかで貼り替えなかったりすると、それだけでねちょっと擦れて、なんかね感覚がこの質感がね変わったりとかもするん で、 で前、ご紹介してたハイスコのタイミングテープっていうのは肝タイプなんで、ちょっとねサラサラが気持ちいいのもあるんですけど、その長時間使っててもここの肌触り自体が変わらないんで、質感ですね変わらないんで、そのボールの背中は僕ソリッドをつけてるんで、ソリッドとの接地面の感覚も変わらないので常に一定のリリースができるっていうので、まあそういうの気に入ってるんですけど、でこの 50mm のテープだと、まあ、ほぼほぼね切って使うことが多いです。切るのってここからね、短くじゃなくてこの指に合わすようにね、だいたいこれはこれもまあ5マスぐらいとかでね、切るんですけど、でこのテープを切るときにね異様に長く切る人がいます、はい、ですごいここからねビーってなってここら辺まで貼る人いますけど、ここのまで貼っても実はそんなに意味ないです。でこの筋をどうこうってね、言ってここまで貼ってる人いますけど、それだったら親指のテープとこっちのテープは別にした方が効果は出ます。はい、まあこれもねそういう用のテープとして全然使えるんでそれはいいんですけどね。でこれを半分に切ったら、このね 25mm これと同じ太さになるんで、まあ、結局は一緒なんですけど、まあ、こっちの方が上に貼ったりするときはもうちょっとね細く切ったりとか重ねればりするときにね、できるんで便利なんですけど、やっぱりねいちいち切らないとあかんのがめんどくさいっていうのが難点で、カットタイプだったらねこう最初から丸くなってるじゃないですか、まあ、そうじゃないとこの指をね包み込むようにこう先が残るんで、そこから剥がれちゃうんで、だからねこの指の先貼る方はこの丸くしといた方がいいです。しといた方がいいですっていうかしましょうね、こういう感じで、で面倒くさい人だったら斜めにズバッと切ってるだけでもいいですけど、まあ、それだけでも全然いいです。はい、でこれを背中に貼るんですけど、その貼るときにこの爪ちょっと出るぐらいでいいです、はい、それとあと、まあ、これちょっと短いですね思ったより短いですけど、で一番入れたときにこのボールのエッジに当たる縁あるじゃないですか、だいたい僕、まあ、ここら辺なんですけど、でそこら辺まで貼れたらいいです、はい、でこれ貼らないそこまで気にならないわという人でも、こんだけ短いと抜けるときにそのホールエッジに、ね、ここ当たってこのめくれてきちゃうんですよねっていうのもあるので、最低限の長さはいりますけど、そんなにぐわーって長く貼る必要はないです。まあそんだけね貼ってくれたらテープいっぱい使うんで、ね、消費が激しくなっちゃうっていうのもあるんでね。ただもしここの関節までこうって言って、僕はそれにねこの同じテープを貼るっていうのは僕はそんなに意味あるような気がしないんですけど、まあ、普通のねこういうボーリングに使われてるテープだったら、ただそれだったらこのね別で、テープはした方がいいんじゃないかなとは思います、はい、まあ、それだったらね、まあ、最初からこの 25mm のテープでいいんじゃないかなと思うんですけど、例えばねこれじゃあちょっと緩いけどもう1枚貼りたいけどもう1枚貼ったらちょっときついんだよみたいな時だったら、このね25mm にしたテープを
さらにちょっとね、こう細くして上から貼ることによってそこら辺の調整とかできます。まあ、ただこっちのテープとかはね、あんまり重ね割りするとね、あのハイスポのタイミングテープなんかはそうなんですけど、あれね、糊が浮きにくいんですよね。だから重ね張りとかして剥がしてもすぐできるんですけど、例えばこれ、まあこれね、重ね張りするときはね、インサートテープみたいにちょっとね、2枚目はずらして貼った方が、ね、剥がれにくいしいいかなと思うんですけど、これをもしちょっと投げて指むくんできたら剥がしたいなと思って剥がしたら、このね、糊が残るんですよ。ちょっとね、あの圧着とかこの圧力がね加わると、だそれをすると今度剥がしてもこの糊が残ってるから今度逆に抜けにくくなったりっていうのもあるんで、重ね張りするときは極力貼り替えた方がいいですけど、ハイスポのタイミングテープを貼り替えたときでも意外と糊が残らないんで、そのままできるっていうメリットも僕は気に入ってます。で一応ね、中途半端な35ミリっていうテープもあるんですけど、あまり一般的ではないんですけど、一応ね ABS から出てるんで、まあ、ただそれをねするぐらいだったらもう最初からこの切ってるテープ使えばいいじゃんっていう話には僕はなると思うん で、はい、でこれだったら普通にそのまま1枚貼ってね、まあ、そのままペタッと貼れるんで、でこういうねもともと切ってあるタイプのカットのテープの方がやっぱりね剥がした後の糊も残りづらいっていうのもあります。でこれは今こうやって貼ってますけど、まあ、伸びるけどそんなに伸びすぎない。でタイミングテープはめっちゃ伸びます。うれやって伸びます。まあ、それもこのフィンガーのテープの時でも説明したんですけど、あまり伸ばしすぎて貼ると、まあ、質感がまあ薄くなるっていうのと、まあ、擦れで剥けやすくなってノリが出やすくなるっていうのもあるんですけど、ある程度この貼る時はちょっと指を曲げて軽く伸ばしながら貼ってあげる。で最初はこのね真ん中をピーって貼るような感じにして、でそこからこの両サイドねこうしっかりしてあげるようにすればそんなに剥がれることはないです。逆にこの反ってね、貼っちゃう人もいますけど、この指を反るとどうしてもねシワが寄っちゃって浮きやすくなっちゃうのと、で実際この指を曲げた時に、横がね浮いちゃったりっていうのもあるんで、まあ、指をちょっと曲げて貼る方を僕はおすすめしてます。でこのねテープも今ちょっとね風めっちゃバラバラで貼ってますけど、あまりこの先端爪をね、カバーするように保護するようにってね先端までこう巻いて貼っちゃう人もいますけども、あれもあんまりお勧めしないです。っていうのもそうすると剥がれやすくなっちゃったりするんで、まあそれも爪の保護って言ってね、ここの握りすぎてたりとかすごいね、この手を回した状態でこう投げちゃう人とかだったら、このね指の内側の爪がね割れちゃったりとかね欠けちゃったりとか擦れたりっていう人いると思うんですけど、まあ、それも変顔の時にもちょっと話したんですけど、もうちょっとピッチの話、とかあとまあ変にねこんなこねくり回したりとかっていうところが原因のことがかなり多いんで、まあ、実際はまあ、もちろんねテープに貼って保護もすることも可能なんですけど、ピッチとかを見直すのもありかなと思います。で最後に注意、この親指のテープを貼るときに結構このね年配の方とかおられるんですけど、このテープを指に巻かれる方おられますよね。まあ若い方でもねその怪我をしてるとかいう方におられたりするんですけど、まあ、怪我をねする分にはまあ仕方がないんでいいんですけど、これをこの指にね巻いちゃう、どう巻いてるのか知らんけどこう巻いちゃう方、これもね良くないです。というかなるべくやめましょう。はい、こうね巻いちゃう方で指の腹側にはテープを貼らないようにしましょう。はい、でっていうのも、まあ、実際このインサートテープとかを貼ってると、まあ、擦れてノリが出てくるっていうのもあるし、まあ、こうやってる人って中にテープを貼ってない人が多いと思うんですけども、まあ、だから実際それやると、まあ、中のインサートテープの調整ができなくなったりとか、あとこの実際ね結局滑るからって言ってこれをねやってきつくして、それで投げるんですけど結局滑るんで余計握ってしまったり、滑るからきつくしてぎゅうぎゅうにうるーっていうようにして、入れて、
投げてる人がほとんどなんですけど、まあ、ただそれでね長年やってて問題ない人はあの別にいいですけど、今からってやっぱり昔に比べてあのボールをねどんどん変えていく、まあ、スイッチサムの人とかだったらいいんですけども、だからねその他のボールに変えた時にあのすごい違和感が出たりとかっていうことも多い、テープの巻き方でもあるんですけど、でやっぱりここのねあの縁握るところをね、ここが怪我をしてあのっていう場合にちょっと切ってここに貼ることはいいですけど、まあ、本当に怪我とかでもない限りはあまりお勧めしないです。まあ、長年やっててこれで問題ないという人は全然いいとは思うんですけど、ただやっぱりねあのテープでインサートテープとかで細かく調整できた方がやっぱりリリースの改善にもなりますし、なんていうかねやっぱりいろんな場合に対応できるっていうことが多い。で、このテープでね、親指ぐるっと巻いちゃう人っていうのは結構ねそのぐるーっとオーバーターン気味に投げちゃう人が多いんで、あのね曲がらない人よりもあのスピードが出ない人が多いんで、あのどっちかというと曲がりすぎるって言ってる人、まあ、スピードが遅いしこれでオーバーターンするからローテーションがつきすぎてあの無駄に曲がるっていうのはあるんですけど、まあ、それでねスピードを出せる人とか左の人だったらそんなに問題はないんですけど、まあ、実際右利きの人でテープぐるっと巻いてる人はこねくり回して球が遅い人が多いイメージはあります。なので、まあ、そういうのもねならないようにやっぱりそのしっかりとボールの中を調整して、合わせるっていう方がこのリリースの改善というところには一番なんで、あくまでもこの背中のテープっていうのはねこれだけで全然変わりますけども、あくまでもそれをサポートする応用の方ぐらいだと思ってもらって構いません。構いませんというかそうなんでね、だから実際だから本当にこの背中のテープめっちゃ大事なんですけど、あのこれだけに頼らないようにはしてほしいと思います。あくまでもそのボールの、ね、中のサム調整っていう、とかねレベル調整っていうのが、あとピッチですねが一番大事なんで、ただこれをおろそかにするとこれ握った時に、こうやっぱりね力入るとこう握っちゃうんでここがね、滑りやすくなったりとかっていうのもあったりするんでね、そういう怪我の防止とかいろんな面を含めてなるべくテープは貼った方がいいと思います。僕なんかね全然このタコとかも何もないですよね。実際ボーリングをねそのプロの人が大丈夫だって言ってもやっぱりねプロの方でもこの横とかここら辺がねズル向けになってる人多いんですよね。やっぱりねそれって違うんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりちゃんとドリルを合わせてちゃんとやっぱりそれを伝えてあげるっていうところっていうのは大事なんで、なんか僕のお客さんでもね指向けてる方おられますけど、やっぱりねどうしてもやっぱりある程度なるのは仕方がないんですよ。いろいろやっちゃうんでね。だからまあそれを隠さずに遠慮せずにどんどん正直に僕にもドリラーの方にもぜひそういうのは伝えてどんどん改善していってもらえたらと思います。それでいちいちねこのやり直したりするのも時間かかったりお金かかったりしますけど、やっぱりね指を怪我するっていうのはねそんだけあまり良くないことだと思うんでね、誰々のプロは向けてるけど大丈夫っていうからじゃなくて、やっぱりねその向けちゃうとやっぱりね、一般の生活に差し支えたりもするんでね、まあそういうところはないように心がけていけたらと思います。っていう感じで今日は終わりたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。はい、テープね僕は本当にこのカットタイプ特にハイスポードね、今日ないですけどね紫色のタイミングテープおすすめです。参考になったなと思う方はね高評価押しておいてください。チャンネル登録まだの方もよろしくお願いします。僕 Facebook や Twitter もやってますのでそちらのフォローの方もお待ちしております。それでは。